はいどうもチョスです。というわけで今回も8月のシンデレラ9の方やっていきたいと思います。というわけで今回はですね、育成アイテム獲得トレーニングイベントがリニューアルされましたよね。今までやと回数制限があって、まあ基本的に1日1回ということになってたんですけれども、7月1日からなんとね、回数制限がなくなりました。いやこれね非常に嬉しい。うん、はい、これでですね、ソウルストーンとかね、わざわざデレスト周回しなくていいっていうね、まあ、こういうの嬉しいですよねとか、まああと他にもアイテムね取りたい時に取れるよということで非常にストレスがなくなったんじゃないかなと思います。はい、で今回はですね、まあリニューアルされたということでドロップ率どうなったんかなって気になったんですよね。でやっぱりね1日1回ということでやっぱドロップ率ねちょっと高かったと思うんですよね。でこの無限にね生きるようになって、ドロップ率がどれぐらいになったのかなっていうのを今回は検証していこうかなと思います。はい、ということで、まあ軽く紹介していきますと、こんな感じでね、まあいつも通りですねこの辺は。でですね、各ステージでドロップするトレーニングコインを集めて心の鍵、ダイヤ、絆の結晶、極みに変換できると、このコインがねもらえるようになったわけでございます。でちょっとねアイテム変換見ていくと、こんな感じで変換できまして、心の鍵ダイが、200枚で、変換できます。で絆の結晶は100枚で、5回まで変換できると。いやこれよくねめっちゃよくね。うんね、リニューアルされてから何回か周回して177枚集めたんですけど、まあ、この感じだと結構溜まっていくよね。うん、で7月31日過ぎたらまたリセットされてまた5回ね変換できるようになると思うので、いやこれめちゃくちゃええやんと。だから毎月、絆の結晶極み5個確定でゲットできるっていう、いやめっちゃいいやんなそれめっちゃいいやんなとか言って、はい、という感じになっております。で今回検証していこうと思うのは、まあソウルストーンに絞っていこうかな今日は。うん、ということで、エクストラステージと普通のねソウルストーンっていう、枠に分かれてまして、これねちょっと何回か回10周ずつぐらいした感じ、エクストラステージの方がドロップ率いいので、エクストラステージでちょっと周回していこうと思います。で、今回はまあ100回やろうかな。100回周回して、ソウルストーン各種が何個ずつ、落ちたのかっていうのをねちょっと検証していこうかなと思います。そしてそのついでにこのコインもね何枚集まるのかっていうのをねちょっと検証していこうと思います。はい、ということでちょっと現在の、ソウルストーンの数皆さんに見せておきましょう。8月のシンデレラ9。はい、ということでこんな感じですね。ちょっとねいろいろ育成に使ったので相当減ってるんですけど、まあこれこんな感じです。まずソウルストーン種、12,048個、そしてソウルストーン芽、502個で、ソウルストーン花238個という風になっております。はい、ということで、ここからねどれぐらい増えるかっていうのをやっていきましょう。はい、ということでやっていこうと思いますが、最初の10周はねもうデイチケットで、スキップしちゃいましょう。はい、ということでまずこの10周でどれぐらい落ちるかやってみます。はい、さあどうでしょうね。お、3とか落ちるやな花。ほうほうほう、あ結構落ち、結構落ちるやんはい、ということで10周した感じでこんな感じですね。まず種が373、そして芽の方が190、そして花が19ということでね。でコインが77枚と。あ結構落ちませんこれってね。えすごいな、なかなか落ちるじゃないですか。でこう1個ずつ見ていくと、ソウルストーン花とかまあ1個の時もあるんですけど、4つ落ちたり3つ落ちたりしてますね。うん、であとコインは多くて8枚かな今んとこ。8枚9枚10枚、おお10枚ドロップする時もあるみたいです。最大で10枚なんかなこれ。まあちょっとこの辺周回してみないと分かんないんで、どれぐらいいくかちょっと検証していこうと思います。ということでじゃあ残り90回1個ずつ見せるのもあれなんで、ちょっとスキップしながら早送りしながらねやっていこうと思います。ということでじゃあやっていきます。
はい、ということで50周してきました。ということでなんかね、まあそんな莫大にこうソウルストーン花が20個とか30個とかは出ないみたいですね。ということでなんかこれ以上やってもまあ同じ結果になりそうなので、まあ100回やるって言ったんですけど、まあ50回でも同じ結果になりそうなので、50回でちょっと止めとこうかなと思います。ということでじゃあまとめいきましょう。8月のシンデレラナイン、はい、ということで周回終わりました。まああの50回しかやってないんですけど、これ以上やってもねなんか特に変わり映えしなさそうだったんでこの辺で止めときました。はい、ということでちょっとまとめいきましょう。まずですね、ここのコイン見てください。最初177枚やったのが50周したら550枚まで貯まりました。ということで、50周したらコインは373枚集まりました。これなかなか集まるな。うん、ということで、結構ねコインに関しましてはまあ5、6枚から10枚が多かったかな。結構ね10枚ドロップすることも多くて、で多分最大がコイン、ドロップ数が10枚かな。50回やって最大が10枚でした。なんか10枚より上になることはなかったので、多分最大は、10枚だと思われます。はい、じゃあ次各種ソウルストーンの数ですね。結構集まりましたね。まず、ソウルストーン種からいきますと、元々の所持数が 12,408 だったのが 13,965 になりましたね。なので50周で 1,917 集まりました。まあなかなかいいんじゃないでしょうか。で、この種に関しましては最大で、僕が見た中だと104かな、ドロップ数104が最大でしたね。ただ104なかなか出なくて、他別にまあ30とか40とかね、まあ、少ない時もっと少なかったりもしましたので、まあ結構ばらつきがあるって感じですね。ただ僕が見た中の最大は104やったかな。うん、で次ソウルストーン名いきましょうか。名の方がもともと502だったんですけれども、おすごいな、1400まで貯まりました。はい、ということで、50周で898個集めることができました。うん、まあこれもなかなかいいんじゃない。いや嬉しいな。この名ね結構足りてなかったんで1400まで持ち返してよかったなと思います。はい、ということで、でこっちの最大が僕の中で33かな。なんかこれに関してはもうちょっと出そうな気がするので、皆さんもうちょっと周回して試してみてほしいんですけど、僕の中の最大は33ドロップが一番でしたかね。うん、っていう感じでした。はい、じゃあ最後ソウルストーン花いきましょうか。ソウルストーン花が、周回前は238個だったのが、337個まで行きました。ということで50周で、99個貯まりましたね。まあ100個っていいでしょう。うん、まあ50周したら100個貯まるぐらいの感覚ですね。うん、ついにねあのソウルストーン花を、周回50周するだけで100個集めれる時代になりました皆さん。で、ソウルストーン花の最大ドロップ数は僕は5でしたね。うん、でやってた感じ1の時もあったり2、3でドロップする時もあって、最大が5でしたね。多分最大5なんじゃないかなと思います。はい、っていう感じで、まあこんな感じになりました。いかがだったでしょうか。なんかもっと僕的にドロップ率少ないかなって思ってたんですよ。ソウルストーンハナーに関してましては、まあもしかしたら出ない時もあるんじゃないかなと思ってたんですけど、まあほとんどね毎回ドロップ、最低1個はドロップしてたんで、まあ、最低でも50周したら50個以上は稼げるってことですよね。うん、これ非常にいいな。いいな本当に。はい、という結果になりました。いかがだったでしょうか。まあ想像通りかね、想像よりゲットできたかとかね、皆さんいろいろ思うとかあると思いますが、いかがだったでしょうか。はい、8月のシンデレラナイン、はい、というわけで今回はですね、育成アイテム獲得トレーニングイベントのリニューアル後のドロップ率について調べていきました。いかがだったでしょうか。少しはねためになりましたかね。もしこの動画いいねと思ってくれた方、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。そして、何かコメントある方はぜひぜひコメントをよろしくお願いいたします。ということで、このコイン貯まったんでね、ちょっと変換しようか。せっかくなんでね、これもう5個変換しちゃおうかな。お、これめっちゃ嬉しいな。キザの化粧極み5個ももらえるんか。やった。お、キザの化粧極み24個になった。もうありすぎありすぎ。はい、ということで、
いやこれはマジ皆さん周回するしかないですよ。ぜひ皆さんもね、周回して心の鍵大、絆の結晶極み、そして、ソウルストーンやったりいろいろ育成アイテムゲットしてください。はい、ということで、本日はこの辺で終わりにしようかなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。ツイッターもやってます。ツイッターは概要欄に貼ってますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。ということで、また次回の8月のシンデレラ9でお会いしましょう。以上、女性南水さんの女性でした。バイバーイ。